ました。西南学院行ってみたいと思います。そして今日の長文はこちら。まずは会話でございます。その中に空小中問題5題、そしてそれはすぐ終わりますので、続いて総合問題。説問形式はこういう感じになっておりますが、内容1問題は他の大学別対策講座、こちらでも賄えますので、西南学院ならではということで、河川部説明問題、こちらを行ってみたいと思います。ということで頑張りましょう。サミさん、まず河川部 A からお願いいたします。まずは最初のヒントはこのドンと否定ですよね。皆さん文法問題なんかでもよく見かけると思いますが、否定語とセットで使って、しかも A から始まる単語と言われたら、エニーが思い出せるかと思います。タラミさん、このあたりですね、一つ注文しましょうかということなんですが、空詞の右側見てみると、いやいや私はサラダでいいですよと、ということ。皆さん、こちらのピザ、それはもういらないということですよね。ですから正解は any more ということでよろしいかと思います。さあ、続いて下線部 B をお願いいたします。皆さん、これはもうテレビジョンですよね。テレビにつながる表現と言われたら、もちろん正解はオンですよね。オンテレビジョン、テレビで見たプログラムということでよろしいかと思います。さあ、続いて下線部 C をお願いいたします。皆さん、これは後ろに ING を取ってるのが最大のヒントですよね。そして皆さん、ベジタリアンというのもヒントになりますよね。当然ベジタリアンと言われたら、お肉を食べるのを、正解はストップですよね。お肉を食べるのをやめる、ですからストップでよろしいかと思います。さあ、続いて下線部 D をお願いいたします。皆さん、これは左側メイクとセットで、あの熟語になりますよね。もちろんメイクセンスでよろしいですよね。意味をなす、その熟語の知識を知ってるかどうか、そういう問題ということでよろしいかと思います。さあ、最後下線部 E をお願いいたします。皆さんも見てわかると思いますが、我々が主語で won't get 動詞ですよね。ですから皆さん、このコンマから右側で SV 完結しておりますので、その左側は就職語、つまり M ということでよろしいかと思います。そして皆さん、 it という名詞の左側に当たる語句なんですから、前置詞ですよね。ですから前置詞プラス名詞で M、 例えばこういう to me のところと同じ構造になっております。で、あとは皆さん、どういう前置詞を入れるのか、ヒントは won't という否定語ですよね。その否定語とセットでよく使われる前置詞と言われたら、正解は without ですよね。 without it、それがなければ…ということで、意味内容上も問題ないかと思います。サミさん、第一段落と説問の指示をですね、一読していただけるとよろしいかと思います。サミさん、下線部 A の選択肢ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、まずヒントはこのあたりですよね。大きな机の後ろで何かをすると、もちろんそれは企業のトップですからね。まずは選択肢の1番、体を覆う、寒いんですかね。そして選択肢の2番、ライダウン、横になっている場合ではございません、企業のトップですからね。で、あとは3番か4番かということですが、3番だったらスペースを独占する、4番だったら全てを共有、まあ、なんとなくいけそうな感じはするかと思いますが、この第一段落の中に言い換えが存在してますよね。皆さん、ヒントはこのあたりですよね。スペースを占領する姿勢、ですから正解は3番ですよね。さあ、続いて第2段落でございます。ここには下線部がないので、一読だけで OK です。さみさん、第3段落でございます。下線部 B の検討をお願いいたします。デミさん、これはもうコンフォームという単語の意味でいけそうですよね。もちろん従うとか一致するですよね。ですから正解は1番ですよね。もちろんマッチと言われたら一致するということでよろしいかと思います。もちろんこのコンティニューの意味はこのスティールですよね。しっかり言い換えられていますね。デミさん、ちなみに2番のコンフュージングは混乱ですよね。そして3番アドミレーションは称賛で、4番コンフリクトは衝突ですよね。ですからやっぱり1番が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。説問の指示と合わせて一読をお願いいたします。サミさん、こちら下線部 C を検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、下線部そのまんま訳していただけるとこれですよね。トップに向けての競争、ですから3番声の話はしてませんよね。そして4番も早口の話は全く書いてませんね。
で2番もファースティスト、速度の話をしてるだけでございます。ですからトップに向けての競争、そことつながりがあるのは1番ですよね。成功したということは競争してトップに上り詰めたということですね。ですから1番で問題ないかと思います。サミさん、続いて下線部 D をお願いいたします。皆さん、これはルールアウトという熟語の知識でいけそうですね。うんたらかんたらを除外すると言われたら正解は1番ですよね。ですからエリミネイトもそのまんまということでよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢2番リーブオフは衣服を着るのをやめる、3番イグノは無視する、4番レギュレーションですから規制ですよね。ですからやっぱり1番でよろしいかと思います。サミさん、続いての段落をお読みいただいて下線部 E を検討していただけるとよろしいかと思います。もちろんセッターサイドはうにゃうにゃを横に置いておく、うにゃうにゃはさておきという意味でよろしかったかと思います。ですから今回の文章であれば固定観念を横に置いておくんですね。そして候補者、応募者を純粋にメリットだけで判断するんですよね。ですから正解は2番ですよね。固定観念を横に置いておくんですから、それに影響を受けないんですよね。で、もちろん1番はアフェクトですから影響を受けちゃうんですね。そして3番ですが、こちら、雇う人が全ての固定観念を説明すべきではない。もちろん皆さんイメージはできるかと思いますが、人材を募集するときに、そもそも固定観念、それに言及する必要性はないですよね。そして4番、take into account。うにゃうにゃを考慮すると。もちろんセットアサイドですので、考慮しちゃダメですよね。ですから2番でよろしいかと思います。さあ、続いて下線部 F をお願いいたします。皆さん、先ほども和訳をいたしましたが、応募者をメリットだけで判断する。ですから、まず1番はマラソンは書いてませんよね。そして選択肢の2番、固定観念は横に置いておかなくちゃいけないですね。そして4番、健康に関する記述はないですね。ですから3番が正解ですね。もちろんこのストロングポイント、長所の話がメリットと言い換え可能ですよね。さあ、続いての段落でございます。下線部 G をお願いいたします。もちろんプロジェクトと言われたら、何々を投影する、もしくは映し出すという意味ですよね。皆さん、プロジェクターというところからも判断できるかと思います。で、それで正解はどれですかと言われたら、もちろん4番ですよね。示すとか見せるということでよろしいかと思います。で、皆さん、1番のフォーキャストは予想する。2番ルックアウト4は用心する。3番プランは計画するですよね。ですから、やっぱり4番で問題ないかと思います。さあ、皆さん、最後の問題でございます。下線部 H お願いいたします。デビさん、これはもうアウト部が右側から左側に向かって離れていく表現ですよね。ですから一発で2番が正解ですよね。皆さん、アウェイにしてもフロムにしても右側から左側へ向かっていく、離れていくイメージでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。ちょっと振り返ってみますね。まずは会話の問題、結局問われているのは文法と熟語の知識ですよね。ですから日々の努力が点数につながります。そして総合問題、下線部説明問題は説明しましたが、これも正直単語と熟語の知識でいけそうですよね。そして下線部そのものと下線部前後にヒントが転がってましたよね。ですから短時間で答えは導き出せるはずです。ですから単語と熟語を頑張ってくださいね。ですから内容値問題は時間をかけて丁寧に、そして落ち着いて考えれば失点はかなり防げますよね。そして練習するのであれば、まあ皆さん西南学院の過去問やってると思いますけども、もし余裕があればどうしたら過去問で練習、それもありかと思います。似てますからね。ということで、スクリーンショットをする方はどうぞ。ということで、合格までもうすぐでーす。